ありがとうございました。最後の質問者の方にお願いいたします。はい、1点だけ、はい、お聞かせ願いたいと思います。はい、今日は大阪維新の会の都構想ということで、はい、まあ、よく理解できました。 ありがとうございます。身近なことです、はい、ただ方向性は違いますけれども、あ、そうですね、維新の会、あ、党派ですね、はい、維新の会だと維新の党、それと現在政権取ってる自民党と、はいはい、この憲法9条ですね、はい、これが未だに僕わからないんです、違いが、はいはい、で日米安保ですね、はい、これの党派の違いをちょっとお聞きしたいんです。で維新の会の党の給与に対する考え方はどうかということをお聞かせ願いたいと思います。大阪というのはね、はいはい、今日はこれだけ我々身近なお話を聞きました。しかし戦争が起これば一夜にしてこの夢が灰の野原となっていくわけなんです。だからこの僕はこの身近な話はよく分かってます。しかしその給料のことについて自民党とどういうふうな見解の相違があるのかお聞かせいただきたいと思います。まず大阪維新の会は憲法9条については議論しておりません。これは大阪都構想とか、まあ、大阪の政治や行政をしっかり立て直していこうというのが大阪維新の会ですから、これは憲法9条の議論はしておりません。で維新の党は憲法について議論をしています。で憲法は改正しなければいけない、ここはもう一致してます。でそれは今の 国の行政の仕組みがやっぱりおかしいところがあるので、この国の行政の仕組みを変えるためには憲法改正必要だろうと、まあ、まさに今僕ら大阪都構成、さっき質問者の方が言われた効率的な行政をやるためにこういう形でいろいろ大阪都構成やってますけど、国全体でやろうと思ったらもう憲法を変えてやるしかないよねっていうのが維新の党でも今決まってることです。憲法9条についても自衛隊の存在をしっかりと位置づけないといけないよねってことは、これも維新の党で決まってます。自民党もそこは決まってます。それよりまた先の話、憲法9条を次日本のねその防衛力をどう高めていくかということについて、憲法9条をどう改正するかということについては自民党もまだまとまっておりません。維新の党も正直まだまとまっていません。ただ法律レベルでは維新の党はもう出してます。もちろん自民党よりも一歩先に行ってですね、今自民党公明党で話まとまってません。はっきり言って自民党と公明党で話まとまってないと思いますが、維新の党は自民党と公明党よりも一歩先に行った防衛政策、安全保障政策ですね、そこはやってます。しっかりと日本の国は自分たちで守っていこうということはもう維新の党でそういう法律をしっかり作ったんですけれどもね。でただそれを超えてさらにこの憲法9条というものをどうするかという議論は維新の党も自民党もまだしっかり見解がまとまってないというところですね。言うのは簡単なんですけど、やっぱり僕ら政治家としてですね、簡単なことを言うわけにはいきません。やっぱりどう考えたってこれ戦争になるっていうのはもうこれ絶対避けなきゃいけないので、ただ今のような憲法9条のまんまでね、この9条を守ってるだけで戦争が起きないのかって言ったらそれも違うと思います。いざという時には備えなければいけない、その備えをやっていこうということで、法律レベルでは維新の党は法律を作りましたけども、申し訳ないです、憲法9条についてはまだそこを踏み越えたところまで、維新の党でまとまっていませんが、ただこれは自民党もまとまっていないというところです。ただ自衛隊はね、自衛隊はしっかり憲法上位置づけようというところは維新の党まとまっています。ありがとうございました。はい、はい。